江戸期から明治20年代にかけて存在した大道芸の仮設小屋のこと。また、その工業形態を指す。寄せの全形態として、各園芸の歴史に現れてくる。江戸時代の大都市の神社仏閣形態や、日よけ地などの盛り場に園内をしつらえ、の天下仮設の吉爪りの小屋の中で園者が講演をすることが、早い時期の講談では、一般的な形であった。 料金回収は、盆を回して、気に入ったものだけ銭を置く。つまり、投げ銭形式で行われ、結果的に無料で見ることもできた。建築様式としての吉津張りの小屋は、茶屋など店舗にても普通に見られる形態であり、商店と芸能は共に、店と呼ばれ、書かれていた。つまり厳密には、分かれていなかったのである。常設の専門語や、寄席の登場で、 今までの辻公尺は一段下がったものとして扱われるようになった。落語も原書は辻話である。米沢彦八が江戸に出て寄せ工業の形態を始めるまで開きでの工業もあったと思われる。同様に幕末から骨胸による大道公尺と同様に、チョンガレ何は節デロレン財門、七色伏、カッポレ、 女流儀太遊なども盛り場の開きで客を大勢集めていた。これらは明治24年10月3日の警察令第15号未物場取締規則により浅草公園6区の一箇所にまとめられた。これは民権派層紙の反政府的な辻公尺の取締りが主目的という新聞報道がされている。前後して周辺芸能の何和武士への五流と寄せ進出が 盛んになる。東京以外にも各地に開きは存在した。青木勝之助が横浜本目の開きで大きな富を得、運動資金にして東京の寄せに進出するのは有名な話である。また船橋で寄せの石堤とトラブルになり出られなくなった何和堤、駒子、何和堤、重勝一行が開きに出演する話が営りで登場する。関西で幕末に 自社境内で行われていた浮かれ節が支払いは自由だが他人にもそれとわかる上り工業で行われた。つまり箱は同様の形式であった。小屋の作られ方により細かい違いがある。ありがとうございます。